高校生の頃から映画やテレビが大好きで、いつの日かメディア業界に憧れるようになっていました。そんな時、崇城大学でいろんな情報発信をやっているという話を聞いて、私もそれに関わりたいと思って情報学科の進学を決めたんです。今私はコンセプトラボ、 JCOM 熊本、崇城大学が提携して制作する探究肥後のそよ風という番組制作に携わっています。学生ならではの視点で熊本の魅力を発信するこの番組では、企画、取材、出演、編集までいろんなことをみんなで手掛けるので、毎日大変ですが、今とても充実した日々を過ごせています。この取り組みは地域社会の発展と人材の育成に寄与すること、そしてそれが地域活性化、地域情報化、コミュニティビジネスを推進することを目的としているので、大変やりがいを感じています。2014年にスタートした放送局の活動も5年を迎えました。先輩たちの頑張りもあって、テレビ局、キー局への就職も5人という形になりました。小泉さんは今の代のリーダーですので、ぜひ先輩たちに続いていってほしいと思います。私はインターシップも地元の放送局で体験するほどメディア業界が大好きで、その気持ちを持ち続けて、将来はテレビやラジオ制作などのディレクターを目指します。